はい、電車監督 OK です。はい、ありがとうございます。それでは行きましょう。 AWD キャストの第5ヒントスタートいたします。さあ、大野選手がいいスタート来たグリーンと回し、カーテックキマン。そして渡辺翔太選手、赤木選手、鈴木川選手、高山選手と続きます。さあ、この大野選手ちょっと驚異的なスピードを見せます。10秒180。さあ、AWD クラスも10秒1まで来た。グリーンの回しに大野選手、この周回10秒390。これは12周ペース、間違いなく11ペースだ。あとはミスなく走り切るか。10秒100。さあ、渡辺選手の負けじと10秒060。この2台が10秒台前半を連発。3番手の関川選手10秒670。赤木選手は11秒850。小山選手11秒320。さあ、走行時間は残り50秒。大野選手、そして2秒後方の渡辺選手、この2台は10秒台前半、関川選手も10秒25まで来た。さあ、その大野選手、ケースバイに通過した10秒140、今の試合も10秒1。これは速そうだ。どんなタイムがあるか。残り時間30秒、10秒20。渡辺選手はどうだ。ちょっと今週がミスだったか。11秒57。関川選手も10秒9来た。関川選手も10秒14ってのが来た。残り時間まもなく10秒です。さあ、グリーンのマシンがトップです。グリーンのマシンがトップ。さあ、バックバーカーをパスして残り時間5秒。さあ、なんと6秒残して12周目。大野選手4コースゴールです。関川選手はゴールです。2コースゴール、3コースゴール、5コースゴール、1コースゴールで電車ゴールです。トップゴールで2コース、大野選手、ください。出ました、12時42分4秒800。